それでは早速本日のお客様をお呼びしましょう。お客様はこの方です。よっしゃー、心配することなんかなんもねえ。みんな前だけ見てけよ。背中は俺が守ってやるぜ。のかっこいい。イエーイ。ということでお呼びしましょう、西野谷雄役、岡本信彦さん。どうも。イエーイ。みんなお願いしまーす。お願いしまーす。西野谷雄役の岡本信彦です。イエイ。いやー、テンション上がるわー。いやー、いいですねこの感じ、圧が強い、圧が強い、素晴らしい。いやー、なんかこんなに距離感近いと、なんかもうわけわかんなくなっちゃうね。そう、わけわかんなくなりますか。もうわけわかんね、だからね、もう、そうですね、冒頭からわけわかんなかったもん。そう、あ、なんかこれすごい、思ってたよりかなり近いって思って、ね、もう、じゃあってなりました。じゃあちゃんとやんなきゃとか言ってたもんね。おかしいよね、そこもね。うん、ということでチームメイト、先輩である西野谷雄役の岡本信彦さんが遊びに来てくれました。ありがとうございます。よろしくお願いします。お願いします。ちなみになんですけど、はい、カイト君は、うん、信彦さんとは、あの一番最初の現場とかって配給以前にありました？おや、いや、あ、でも僕、あれ、あ、そうですよ、事務所のスタジオですよ。そう、あ、事務所のスタジオで、事務所のスタジオでチームプロフィット。そう、あ、おはようございます、あ、預かり所属の石川カイトです、よろしくお願いします。そう、カイト君に そんな時代があったの？何ですか？あるよ。何ですか？初めからなんかおはようございます石川カイトですみたいな感じで。いやいや、もうおはようございます石川カイトです。それ違うよ。そんなんじゃなかった。そんな、かわいい。もう一回やっとく。熱もう、いや、もうそんなネタ振りあります？怖いなぁ。いや、でもすごいなんか礼儀正しい子で、うんうん、なんだったらお年はいくつの方なんだろうみたいな感じですから、ね、ちょっと待ってください。え、大人っぽかったんです。いや、だって初めて会った時18ぐらいですよね。いや、同じぐらいに見えた。貫禄がもうすでにあって、まあ確かにここで並んでたら僕の方が若干年上に見えます。いやいや、それはないけど。確かに顔はね、顔はね、僕の一番最初に海人君と会った時に、あ、同い年ぐらいだなって思ってたんですよ。そしたら5個も下なんですよ。あゆくんは、あゆちゃんはいくつなんだよ。僕今25ですよ。いやー、見えないよね。見えない。もっと下に見えるんですよ。それも、まあ、それで。身長がそんなになかったら、小学生って言っても間違いないぐらいですからね。そうだね。されてもおかしくないよ。そうだね。そうだね。それは、まあでも、そこそこ身長あるからね。そうですね。でかいんですよね。意外とね。いいな。何センチ？僕169です。ドヤ顔すんじゃないよ。それ分かんなかったわ。ですよね。で、しかも今日ちょっと、うん、あの底がある靴履いてるんで結構でかいです。じゃあちょっと立ってみて。お、ちょっと背中見て。え、ダメです、反則ダメですよ先輩。あー、勝てない。このそう、先輩なんだけどな。これが、村さんの気持ちか。そう。